ミラーリング1方向同期とも呼ばれ、ファイルは常にソースからターゲットに向けてコピーされ、ターゲット側からソース側に書き戻されることはない。RAID1 の概念図。データを A1 から4に分割して、同じデータを同時に書き込む。ハードディスクドライブ障害の対策として、複数のローカルなディスクドライブに同一の内容を記録すること。 ディスクドライブのミラーリングで使用されたディスクをミラーリングディスクと呼ぶ。主に高果要請を求められるサーバー用途に使用される。他、小規模サーバーや個人のコンピュータでも使用される。RAID と呼ばれる技術では、複数のディスクドライブを仮想的に単一のディスクとして運用することができる。RAID はその目的に応じ、0から6までのレベルがあり、その中で RAID1 を ミラーリングと呼ぶ。ハードディスクドライブのミラーリングには、OS やミドルウェアなどのソフトウェアによるものとディスクアレイ、RAID コントローラカードを使用したハードウェアによるものがある。通常、ミラーリングを構成する複数のディスクに同時書き込みを行い、読み出しは主となる単一のディスクから行う。主となるディスクに障害が発生した場合、速やかに他のディスクへのフェールオーバーが行われる。 また、障害発生時にシステムを停止させることなくディスクの交換が可能である。ネットワークにより遠隔地のストレージに複製を行うことをレプリケーションと呼ぶ。データやファイルなどのバックアップや共有、公開のためにディレクトリを別のコンピュータに複製すること。OS の提供する単純なコピーを使用するほか、シンクなどのソフトウェアを使用する。一度、 すべての資源をミラーしておき、定期的、オリジナルの変更時、その他必要に応じ差分のみをコピーすることで、同一性を維持することができる。ローカルに、サーバーと同様のディレクトリツリーを構築し、公開サーバーにミラーリングすることを、ミラーリングアップロードと呼ぶ。また、工術のミラーリングサーバーを実現するために、サーバー間でミラーリングが行われる。インターネットでの不可分散よび冗長性の確保の、 ために使用されるミラーサーバーとも呼ぶ。ウェブサーバや FTP サーバなどを用いて、情報やファイルなどの資源を公開する際に、特定のサーバーへの負荷の集中の回避、遠隔地とのインターネット帯域の節約、障害の発生やメンテナンスによるサーバーのダウン時のアクセスの確保などが目的である。ミラーリングサーバーの中には、 代表の URL にアクセスするとミラーを構成するサーバ群の中から負荷の軽いサーバやネットワーク的に近いミラーに接続を行うものもある。ウェブサイトのミラーリングサーバについてはミラーサイトを参照。大規模なソフトウェアの配布には大きな負荷がかかるためミラーリングサーバが利用されている。リングサーバープロジェクトは日本において大規模なミラーリングサーバ網の構築。 運営を行っている有志団体及び個人の共同研究プロジェクトである。一つのコンピュータに複数のディスプレイを接続し、同一の画面を表示させること。二人の人間が対面に座った場合や、大きな画面にミラーリングして、プレゼンテーションなどを行う場合など、一つのディスプレイを複数の人間が見るのが困難な場合に使用される。主に1対1の無線通信による、 ディスプレイ伝送技術で、ストリーミング技術を用いて、ホストの画像、音声、動画を別のデバイスに送ることができる。Wi-Fi アライアンスによって策定されたミラキャストという、企画を略し、海外では、キャストとも呼ばれる。また、コンピュータでは一つの画面を別のコンピュータや、デイブプレイに移すために、様々な装置やプログラムが存在する。ありがとうございます。